どうも皆さん、そうです。ということで、今回もスプラトゥーン3について考察していきましょうか。今回はスプラ3の黒幕について考察していこうかなと思います。スプラ3の発表動画では、一匹の鮭がイカちゃんと共に荒廃した世界を旅していました。前回投稿した動画のコメント欄で、クマさん紹介のクマさんが3の黒幕なんじゃないかと、考えてる人は結構いたんですけど、僕はですね、テンタクルズの姫ちゃんが、黒幕なんじゃないかと、その理由は置いといてですね、とりあえずまずはこのクマさんが何者なのかについて今回調べてきたので、それについて、まずは話していこうかなと思います。クマさんの正体なのですが、こちらスプラトゥーン1で大量のアンチを生み出したね、こちらのダウニーが有力だと言われてます。クマさんじゃないかと言われてまして、その理由が、こちらですね。この絵図なんですけども、ダウニーが、奇抜な髪型の悪魔による成功弾を使った気分は、座ってるだけで燃焼一応継続する方法、実践形式で、こんな怪しい話のやつがいるのが分かったよね。5番目のミステリーファイルがあるんですけど、こちらにね、いろいろ絵が描かれてるんですよね。で、この絵の意味が、サザエをタコに渡して、お金もらって、ダウニーがそれを使うよみたいな、そういうね、なんか意味らしいんですけど、もう一つ仮説があって、これよく見てみると、こんな感じでね、鮭。これ鮭に見えると、鮭を取ってお金に換えてダウニーがお金をもらうって、そういう風にも見えるっていうね、話が、結構スプラトゥーン2初期からね、あるんですけど、その他にもですね、こちら、サーモンランをする前に必ず会うクマさんなんですけど、このクマさんね、無線アンテナがついてるんですよね。これで無線で喋ってるってことがわかるわけなんですけど、その人物がね、ダウニーって言われてるんですよね。ダウニーのですね、このバイト先を出て、こうやってぐるっと回っていくと、こんな感じで、ここにね、なんかお仕事をしております。PC を操作して無線で喋ってるっていうね、考察もありまして、これ面白いですよね。ちなみにですね、このスプラトゥーン1のダウニーと、クマさんの声が似てるっていう噂にもなっております。以上がね、クマさん紹介の正体がダウニーなんじゃないかっていう話なんですけど、これ結構僕もね、有力だと思ってて、でもダウニー本人なんじゃないかなって思ってて、黒幕はね、ありえないと思ってるんですよ、僕。ダウニーが黒幕ってなんか、ダウニーってなんかこう主戦土というか、お金を稼ぐことでしか目的になさそうなんで、こうなんか世界を牛耳るとかそういうの考えなそうなんですよね。なんで、そこで僕が、思いついたというか、僕がね、考えた考察が、姫ちゃん黒幕説です。そこで皆さん、こちらのね、会話を見てほしいんですけど、大物鮭の奴ら、私にビビってさ、正面にいても向かってこないんだよ。先輩のサイズだと鮭の視界に入ってないかもですね。ということで、姫ちゃんが鮭に向かっても何も起こらなかったと話しております。飯田さんが身長が小さくて見えなかったので、あと突っ込み入れてるシーンなんですけど、鮭のキャラ設定で、これ公式キャラ設定で、嗅覚が発達しており、イカ潜伏しても正確に位置を察知して近づいてくる。っていう設定があるんですよね。なので、小さくても匂いで確実に気づかれてるんですよ。僕、これ伏線だと思ってて、これ、姫ちゃんは何か鮭と繋がっていて、こう、鮭を思いのままに動かせるとか、鮭の仲間、鮭の一味なのかもしれないなって僕思ってて、でももしかしたら鮭の力を使って、混沌の、この間のね、ラストフェスで、混沌の姫としてね、姫ちゃんが悪役に、抜擢されるかもしれないと。そういう感じで、スプラ1はですね、フェスで、ラストフェスで負けちゃった、このアオリちゃんがね、悪役だったんだけど、今回逆で、こうフェスに勝った、このね、姫ちゃんが、悪役になるんじゃないかと僕は思ってます。てな感じで、以上が今回の姫ちゃん黒幕説の考察でした。皆さんはこの会話見てどう思いましたかね？ぜひ、感想をね、コメントで書いてくれると嬉しいです。てな感じでですね、もし僕が、姫ちゃんがね、黒幕だったら、でも僕、飯田さん派なんで、飯田さんが黒幕じゃなかったら何でもいいかなって感じなんですけど、よかったらね、コメント欄でいろいろ意見書いてみてください。ということで、この動画面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、また見てください。それでは、バイバイ。